さあ行こう。あんだけ叩いときゃもう復活しねえじゃねえか。とりあえずユーナとシドの会話を聞きたいっすね。肝心な時に故障すんだよね。いやまあでもよくやってくれたよ。なぎ節を祝うのはまだ早そうね。まだや、もちろん。これで終わるとは思えんな。いやなんでみんな終わるモードになってんの。そんなわけないやん。ずっとその話してましたやん、さっきからエボンジュ倒さなあかんって。なんでちょっと終わるかもしれんモードになってんのよ。決まりにはわかる。決まりにはわかんねや。いや見るよ、一応見るよ。もう決戦なんや。決戦の時言われてもうてるからね。皆さんがシーンを倒したホームを再建せねば。たくましいっちゅうか。ええねええね、商売にそういうもんや。ちょ毒消し買っとこうと思って。不安なんだよ、目薬とか山彦草とかも。買ってよーし、了解。シドを追いかけていったユーナはどこへ。まさか父親ってことはあるまいな。似てなさすぎっしな。親父のことを知ってるのは間違いないっすけどね。親父じゃないよ、ごめんなさい、お母さんや。父親じゃないわ。なんか肉親なんやろうけど、どういう関係なんやろね。さっき指導がうるうるってしてたことを考えると、あの似てるんすね多分ね。めっちゃ自分 の、 その妹なのかお姉ちゃんなのかに、おそらくそういう感じでうるうるしたんちゃうかな。あったあったあった、シドはおらんな。ジェクトさん苦しいのかな。終わらせよう早く。祈り子も協力してくれるっていうしさ。あの言い方気になるんだ。ん？ずっと一緒に戦ってくれてたのに今になって協力するなんて。まあ、はあ、な。シンが復活するのはエボンジュが召喚獣に乗り移るからだよね。私が召喚したらきっとエボンジュは乗り移ってくる。それは小さなシンだよね。あ、それなら究極召喚じゃなくても倒せるかも。そういうことか。またエボンジュが乗り移るよ。そうなったらまた倒す。最後にはエボンジュは行き場をなくしてさ。やらなくちゃならないんだよね。そうだな。ほら祈り子も疲れたって言ってたしさ、休ませてやろうよ。祈り子様夢見ることをやめるって言ってた。夢は消えるって言ってた。どういう意味かな。ねえ探ってきとる。エボンジュは真の中で何を召喚しているのかな。祈り子の夢。君は消えないよね。ユーナたちどこにいるの。シーンを見て。ゆっくりしてる場合ちゃうねんけどな。ほら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 、怒った。ほら立ち寄った。ジェクトは待っているようだな。
俺たちどうすりゃいいんだ。言っとく、もう援護はできねえぞ。もうどうもこうもないだろ。正面から行く。よし行こう。奴の口を正面につけろ。ちっとでもずれたらその髪の毛むしってやるからな。もうちょっとしかあらへん。俺に送ってやる。間違いないっす。すげえ、喋、ま、れてる。また飛び移ろう。いっそ二人だけで行く。ちょっとルー嫉妬してるやん。みんなで行く。シンの口の中行ってすぐエボンジュ戦なのかな。かなり佳境ですよね、多分ね。展開が目まぐるしい。見とる見とる見とる。なんかあんねん、ほら、なんか上にあんねん。おい、親父。行くぞ。おう、待ってろよ、親父。正面で戦闘、真に引き寄せられている。うわ、なんか溜まってきてるよ。溜まってきてもうてるよこれ。これでもまだ遠いですよね。まだ遠い感じ見えるけど、口が完全に開く前にとどめを刺せ。遠すぎて攻撃届かないんです。とんでもない体力ありましたよ。はい、オッケー。引き寄せられている。よし、これで当たる感じやな。アマブレと、まだ遠いか。届かない。輪っかで行くしかない。チェー、当たった。よし、アマブレはいらないっぽいな。あげます。エースがアタッカーたちにエース画をばらまく。よいしょ、弱っ。やっぱアマブレいるっぽい。いいか、ナイス。アーロンさん、もう当たるでしょ、さすがに。よっしゃ、うん、ナイス。ほら、効いてる効いてる。グラビジャ、知れてる知れてる知れてる。よっしゃ、行こう。もうこの3人で攻める。オラシェオラ。いくぞ。輪っかのオーバードライブさえたまればもうこんなやつなんて楽勝だと思います。うーん、まんまシー、ナイスカンスト。せい、わあ、すげえすげえすげえ、効いてる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 。よーし、よし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 、やっとまともな火力出た。
なんだてめえは。残り69,000。相当な勢いでダメージ与えてます。ナイス。これ倒せるな。もういける。うわ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 、石化した、やば。口開いた。ちょっと待って、石化してる。待って待って待って、これはあかん、これはいきません。ほどけた。エース顔。よいしょ。あと37,000。ギリギリの戦いになりそうだ。一回分取るか。何取れる？エーテル、しょぼい。ワッカさん、ワッカさん、もうすぐたまる。オッケー、たまった。オーバードライブオッケー、準備オッケー。全員石化したら終わるぞ。危ね。全員石化したら終わります。状態異常の状態異常の状態が知りたい。ゾンビ、自分がゾンビなだけね。ゾンビ解除。カパリ、もうすぐ開く、もうすぐ開く。許さんぞ。残り6700。いけるいける。オッケー、仕留めた。疲れてる疲れてる。早く疲れてる。もぐ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 。うわー、カパリ。アイドルアイドル行くしかないぞ。引き寄せられてる。てごと。え、すげえ。うわシモ、ここで。まさかここで。今のシーマやんな。ナイトメア装備手に入れた。ちょっと確認したい。ナイトメアは。親父どこにいる？こちらから出向くしかあるまい。前進あるのみ。案内は任せてくれ。任せるよ。案内を分かんねえ。ティーダー分かるんや。ちょっと待って、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。いろいろ見たいやん。いろいろ見たいやん。装備。ずっとこれでいいのか。もっと強いのないのか。まだスイッチヒッターつけてますけど。フラタニティ、ずっとフラタニティですけど。バロックソード、ナイトメア、睡眠攻撃。あー、だからナイトメアか。ちょっと待って、ちょっと待って。オッケーオッケー。あ、セーブスフィアありました。一応触っとくか。うお、え、なになに。この曲は
久々にこの曲聴いたな。ウルフラマイター2体でシンメトリなぎ払いをする。1体を集中攻撃して倒せ。はい、私のアタックリール見せてやるぜ。はいよ、もう勘弁しねえぞ。ボス級の体力ですからね。もうだい勝ちーん。あかん、ガードしてやがる。貫通じゃないと入らんな。ナイス、あれ回避カウンターか、強っ。あ、そういえばアーロンさんの鉄壁っていうのまだ一回もやってないですね。鉄壁をちょっと見てみようか。これ防御状態でカバウを行います。なるほど、これカバウやっといたら自分に攻撃が来て、そしてカウンターが発動するとかいうラッキーなこと起こらんかな。そんな都合のいいこと起こらんか。こうからのカウンター、ナイスー、来た、いいやんいいやんいいやん。これこれこれ、待ってたのはこれですよ。待っていたのはこれなんだよ。ジャンプ切り、はい、あ、めっちゃ回復された。何これ、属性がね、本当に時に悪さをするから、無属性武器が一番いいわ。無属性で強いやつが欲しいっす。ということはサンダーが効くってことかな。そこまでだ。オッケー、ぶっ飛んだ。ハーフタイム、今頃ハーフタイム。ティーで案内するって全然案内せえへん。うわー強そう、強そうなん来た、強そうなん来た。怖っ、金ベヒさんや。これは怖いな。しゃっくり上げ、うふう、墜落、痛い。カウンター、回避カウンターではないけどカウンター、よっこらせと。もうアーロンさんに頼りっきりっすよ。アーロンさんに頼りっきりでございます。めちゃくちゃ強いですアーロンさん、ここに来て。ほんま、あのティーダがね、パワーブレとかアマブレとか使えればね、相当役に立つと思うんですけど、現状まだお荷物。あ、クイックトリック一回も使ってないな。しゃくり上げてく、いない、墜落、いいよ。スン、召喚使って、ティーダ行きますか。ナイス、しゃっくり上げは割合ダメージって感じかな。あ、そうでもないな。よっしゃ、倒すとメテオで反撃、倒すとメテオなんや。ガードされてますもんね。
クイックトリック、素早い動きで敵一体を攻撃します。マイティーガードデスペルいきましょう。マイティーガードは通さない。アーロンのあれ使ってもいいんですけど、もったいないなと思って、ここまで体力減らしたからもう倒しきって一回メテオ見てみた方がいいかなとか思って、しゃっくり上げ、痛い墜落、あーめっちゃ食らう。そうですか、メテオで全滅も怖いしね。マジブレだけはやっとこうかな。もう聞かへん、しゃくり上げてばっか、痛い新しい召喚の仕方みたいな。マジックブレイク、これだけは入れといてね。もう多分倒せるんすけど、どうせしゃくり上げて倒さ殺されるしな。どうせしゃくフレア、うわ強いよ、もうマジ強え、全部即死攻撃やんか。いやメテオがこうなるとすごい怖いんですよね、めちゃくちゃ怖いんですけどメテオが。よいしょ、ある程度回復しておいて倒すにしてもよ。はい、これ倒した。で、どうなんの？メテオ。メテオレイン。いやお、うわー、ほらー、ほらー、ほらー、言うたやん、だから、めっちゃ強え。え、マジブレ入れたけどな。完全に入れましたけどね、はい、まあちょうどキリがいいとこなんで、まあこの辺まで戻していきたいと思います。はい、では次回ここから見ていただいてありがとうございました。